アーナルデュール・インドリナソンはアイスランドの推理作家。父は作家のインドリ・ディジート・ステンソン。1961年、レイ・キャビークに生まれる。1981年から1982年にかけてジャーナリストとして新聞社モーガン・ブレイズスに勤め、後にフリーの記者に転身。1986年から2001年まで同志の映画評論家を務めた。 1996年にはアイスランド大学で歴史の学位を取得した。1997年、初女作シナーダフトシンズを発表。これはエーレンデュール捜査官シリーズの第一作。同シリーズの作品群はロシアギリシャポーランドフランススウェーデンなどヨーロッパ各地や中国など多くの国で翻訳されている。日本では 柳沢由美子の翻訳で2012年から東京草原社より刊行されている。2002年に湿地で2003年には緑衣の女で北ヨーロッパで最も優れたミステリーに贈られるガラスの鍵賞を2年連続で受賞する。2005年には緑衣の女で英国推理作家協会が贈るクア賞のゴールドダガー賞を声でマルティンベック賞を受賞する。現在は 家族と共に、レイキャビーク在住、ありがとうございます。